オフィシャルサイトをご覧の皆さん、こんにちは。北川役を演じます神山隆二です。笑いましたね。まさかあのふんどし部がテレビかっていう、なんだろうな、すごく本当にバカバカしくて面白い大好きな作品だったので、そのバカバカしい作品をあえてテレビで放送するっていう面白さ、それがすごくあって、いや、これを企画したね、あのお偉いさん方たちは本当にものすごい挑戦をしてらっしゃるなっていうふうに思いました。だからそれに僕がちゃんと乗っかっていけるように、はい、頑張ろうっていうふうに気持ちになりましたね。基本的にふんどしのシーンが多いんですけど、寒いです。すごく寒いです。まあ、言ってももう冬なんで、で河原のシーンとか昨日もあったんですけど、非常に寒くて何人かも風邪ひいてます。はい、でそうですね、まあだから風邪ひかないように必殺技があるんですけど、ホカロンを仕込むっていうふんどしの中に仕込むっていう技を身につけまして、ふんどしの場合は何せもう貼る場所がないんで、はい、まあ、あとはご想像していただいて、はい、学園一モテるモテ男という色男っていう役なんですけど、やっぱそのね、普段かっこつけるだけでチャラくやっていて、でキャー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 言ってくれるけれど、でも本当に自分がしたいものは何なんだろうみたいな、熱くなったことがないなみたいな、なんかそういうもどかしさがあったりして、そこで出会ったふんどし部とこう関係をつなげていって、で仲間っていうものを初めて出会って、うん、っていうような、描かれ方と役作りをしているので、うん、だからそういったところが伝わればいいなっていうふうに思ってます。テレビ版では、そうですね、いろんなゲストの方が出演されていて、もう僕はやっぱりその舞台がを見に行くことがすごく多いので、やっぱりその憧れの先輩古田新太さんをはじめ、本当にもう僕の演劇界の英雄たちが出ていらっしゃるので、やっぱりそこはすごく勉強になってるし、で見学もさせていただいたりとかして、やっぱりエネルギーとそのワンシーンに残すなんか意地みたいなものがやっぱすごくプロフェッショナルで、そういったところはやっぱ本当にすごく尊敬しますね。はい、バカらしいところですかね。バカらしいことを全力にやってる素晴らしさっていう、やっぱそこに美学を持ってみんな頑張って、風邪ひきながらもみんな頑張ってるんで、だからそういったなんか見た目はすごく寒いあのふんどし姿ですごく寒い絵なんですけど、あのこっちの寒さですけど、寒い絵なんですけど、でもそこにすごく熱さを感じる作品だと思うので、そこのところを見てもらえたら嬉しいです。はい、僕的にはね、あの主役の白洲迅君がね、もう面白くて、迅君酔っ払ったらね、この間二十歳になって、迅君酔っ払ったらどうなるのって聞いたら、ちょっとだけテンションが上がります、今よりちょっと元気になります言ってたりとか、あと現場中にジン君の鼻血待ちっていうのがあるんですよで昨日の撮影でも鼻血待ちで結構30分ぐらいもあったんですけど、あの鼻血をよく出す男の子ですね、本当に面白い。はい、まあ、鼻血ですから本当に仕方ないことです、鼻血だもん。そんな感じです。そうですね、やっぱその僕は10代の時、ずっともがいてますけど、なんか自分に刺激が欲しいっつって、でまずじゃあ海外行くかっていう話で、その日にグアム行きたいですって、とりあえずまあグアムだろうというふうに HIS に電話したら、無理ですって言われて、あそうか、じゃあ3日後ぐらいでっつって、で一人でチケット取って、で行って、
で行ったはいいですけど、やっぱり日本人もあのオフシーズンなんで全くいないですし、あの1週間ずっと雨でものすごいひどい思いをしました。でもそこで、まあ自分とのいろいろ自分と向き合うこともできたの でその後20歳の時にラスベガスに一人で行こうということを決意しまして、でまたその何日後3日後ぐらいにラスベガス行きたいですっつって、で、まあ、本場のねシルク・ド・ソレイユを見て、はい、そこでやっぱ自分の小ささをすごく身に染みて、はい、で、まあ、そこでモチベーションはすごく高くなりましたね。はい、オスフンのファンになってくれた方がいるということでいいんですよね。本当にありがとうございます。本当にもう感謝するしかないですね。はい、まあでも本当に熱いあのドラマなので、はい、これからもぜひあの来れることなく応援していただけたら嬉しいです。オスフンド支部ドラマ版ということで、本当に挑戦している作品だと思います。で僕らも本当にあの一生懸命撮らせていただきました。ぜひですね、すごくバカバカしい何も考えずに見られる作品、その中でちょっとした感動が、一話一話にあると思いますので、そちらの方をぜひ見ていただいて、であの友達とかも誘って見てみてっていうふうに言ってもらえたらすごく嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。神山隆二でした。